どうもアンダーソンです。今日も今日といったらね、マリア君たちが生まれたわけやっておこうと思うんですが、前回ですね、院長も倒れで、マリア的にはね、多分統合されたっていう言い方の方が正しいんでしょうけど、オシリスとイッスがね、マリアの中から去っていきました。ここからね、どういう展開になるのか、結局ジローさんの目的が何なのかっていうのをね、確認する話になっていくんじゃないのかと思いますけどね。まずはやっぱり院長の容態が気になるんでね、続きでね、それをちょっと見ていこうと思いますよ。マリアとマリア。マリアの記憶によると3つの視点があったはずなんですよね。ああ、そうそう、院長が倒れたところからでしたね。恩人であり、そうなの？適応するとは限らないんですよね。そりゃそうなるよな。次郎さんか。いろいろあったね。外部の人に話すようなことじゃないけどね。話をしとこう。今日？強引だな。なんか容疑者が割り出せるんじゃろ？怖いなあ。知りたいもと思う思いもあるし、知りたくないっていう気持ちも半々だわ。とはいえね、事件が解決せんと前に進めない気がするんですよ。で、容疑者が言うてるけど、次郎さん自身も怪しいんですよ。で、マリアのお父さんっていう件においては高野先生のお父さんでもあるわけで、悩ましいところです。どっちも正念場ってことじゃの。そうだな。気持ちとしては様子を見に行く方がいいと思うんですけど、内容的に考えると
検査したのがおそらく桑原医師でしょうから、聞きに行くとしようか。さすがにこういう時におかしなことは言わんだろう。なんぼそれが合わんやつじゃいても。桑原さん、どんな様子ですか？良くないの？桑原医師の言うことの方が正しい。うん。おお、次郎さん。さて、どういう話になるんですかね。最後のお願い。今までそんな遊び見せんかったのにね。それ疑い出したらキリがないよ。わしもそう思うよ。多分ね、鷹の意思としてはね、こっちなんですよ。だけど私としては捜査に協力しようと思います。もうこの際ホルスが何を喋ると関係あるか。真相をはっきりさせんやすっきりせん。これは同席させてもらわんとね。担当医として当然だ。どうなるかは分からんけども、そうじゃろうの。一気にかどうかは分からんけどね、目星がつくだけでも全然違うよね。
時は、その時はそういうことを言うたね、そういうね。方向に話が進んでるといいんですけどね。2時間後。うん。なんか緊急のことが。机の上に置いとくのはまずい気がする。なんとなくそんな気がする。で、直そう。直接手を出さんと意見気をする、こういうもんは。お、太田さん、久しぶりに。太田さんそれは外科病棟の人だよね。お、なんですか、告白ですか。らしくないね、太田さんおしゃべりが好きなタイプなのに。いろいろ考えた。うん、あんまり。これ意味的には同じだけど、こっちは濁した言い方ですよね。これはもうはっきり聞いてますよね。こういう場合ははっきり聞いた方がいい気がしますね。
どういう意味ですか？苦手だよな。ほう。騙された。騙されて人間不信になるようなことがあっても医者を辞めんかったっていうのは立派だと思うけど。避けようとするタイプには見えるもんな。桑原医長か。まあ、いろんな意味で信じられんよね。そんな脇の甘い人物に見えないですからね。ここは記憶が曖昧なんだ。青沼さんとマリアのお父さんがつながってるっていう話でしたよね。そんな切迫した状態だったのか。神田院長でした。でも、なるほど。でけえところはそういうギスギスした部分がどうしてもあるんだろうな。ドラマのは誇張して描いてるんでしょうけどね。もしかしたら本当の打ちまくってドラマよりも汚いかもしれないですね。わからんけど。この先。根回しをしていた人がいた。まさか神田院長。驚きの事実だ。そうだな。
もそうだ。書き換えられた。そうだな、一生懸命やってきたことがそんな風に利用されるなんて思わんかったもんね。いや、神田院長がそんなことをするなんて俺も思わんかったよ。正直今でもそういう話信じられませんね。神田派の先生の誰かが勝手にやったんじゃねえかって気がしますね。ほう。すぐバレるはずじゃない。鷹の石としてもこんな話他にしたくはないわな。いろんな要素が複雑に絡み合ってんな。院長に直接それ聞くの？いねえ。村井さん？新しい看護師が出てきたね。医者の不養生って言うしな。他の病室はその後でいいだろう。それはそうだ。間違えて報告書をロッカーに入れなきゃええが。にしても革じゃんねえ。そういやそんな記憶が
ないな。そこまで最後まで覚えてねえな俺。わからんねえ。まあ俺も革ジャン着るしね。そう、会って話をするの一番だ。辛いことになるかもしれんけどな。なんだ？ロッカーが開かない。行くだろうね。あ、違うの？なんかいろいろ起こるね。確かにロッカーの鍵のスタイルじゃけど、ロッカーに合わんのんじゃったら。まったくだ。ますます見ちゃいけん気がするけど。弁護士の日記。いや多分高野医師よりも俺の方が心拍数今上がってるよ。血圧高いのに。やべえな。なんと書いてある。バタバタと仕事片付いて気分がいい。事件も先が見えてきた。帰って偽造に関する物的証拠もほぼ揃った。神田氏が自分の過失を隠蔽するために工作を行ったことは間違いないだろう。差し替えられる前のカルテはこちらの手にある。立証するのは時間の問題。うん、とすると、あ、それはあり得るか。急げ。ここもいない。またか。ナースステーションに走ってその場にいる看護師と会うてしもうたらことが大きくなりすぎる。薬局、この当時薬局って院内にあったのか。そういう話じゃねえ。外来待合だ。もしかしたら二郎さんがいるかもしれん。
番最初に選ぶべきだった。あ、もしかして全部外れの流れだったのかな。やべえ、やべえ、これはいかん流れや。どうしたらよかったんだ。どうしたらよかったんだ。これ以上院長に罪を重ねてほしくないのに。助けられたかねえよ。これは考え方は許されん。うお、
間に合わんのか。研究費がなんだ、学会がなんだ、院長選がなんだ。壊れたマリアは二度と元には戻らない。壊れたものは隠してしまえばいい。隠してしまえば。くたばれ。なんてこった。本当のことを話す。頼む。手を貸してくれ。お前の父親を殺したのは私じゃない。マリア、助けてくれ。マリア、ダメだ。君が手を出しちゃダメだ。落ちればいいんだ、地獄の底まで。お願いだ。早く止めろ。あの世で裁きを。ダメだ、彼はここで現世で裁きを受けて罪を償わんといけん。やめろ。どうせマリア。遅かった。なんてこった。え、これでエンディングなの？オシリスとイシスがいたらこういうシーンは避けれたんだろうか。マジか。続きがあるみたいっすね。ショッキングな終わりでしたね。この章だけはちょっと後で、もう一回やろうと思います。セーブデータはね、別に置いて、もう一回ちょっと違う選択肢を探ってみようと思います。なんとかね、マリアがね、殺人を犯さないようなエンディングがあるんじゃないかと思いますんでね。私のこの章での行動にかかってたんじゃないかと思ってますので、こちらね、なんとかね、探っていこうと思います。それはそれとしてね、このまま、まずは、章としてね、続けていこうと思いますんでね。よろしければね、お付き合いいただけたらと思います。それでは今日の配信はここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。